らっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。いつものください。はい。ありがとう。いや見たあの映画。どれですか？マッドマックス。あ、見ましたよ僕は。俺は見てないんやけどな。どうでした？あれはね、僕はめっちゃ好きでしたね。うん、もう最初から最後までずっとテンション落ちないんで、うん、あれはすごいですよ。あ、そう。なんでいつになくそんなテンション低いんですか？いや、ちょっとだって今日はさ、こういう服装で来たんだからさ。ああ、ほんまですね。なんかちょっと聞いてくれない？そうですね、珍しい格好なさってますけど。いいでしょう。これちょっとね、はい、あの作業着の一丁らが今日ちょっと下ろしたてなんで、そのまま来ました。なるほど。仕事着、うん、ああ、なるほど。下ろしたてやね。仕事着、そういうその格好でやってらっしゃるんですか？そうです、そうです。これでもいつも磨いてますから。なるほど、なるほど、うん、下ろしたてなんです。マッドマックスどうやった？マッドマックスね、うん、まあ、もうとにかくアクションがかっこよくて、うんうん、あと車の造形がめっちゃかっこいいです。この前東京行ってきてさ、はい、あの新宿で、あの映画とか見たんですけどね、はい、あのドキュメンタリーでね、はい、豊村なんとかさんっていう人間国宝の人なんだけど、はい、すっごい面白かったですよ。お、うん、その後友達 と、はい、飲んだんですけどね。マッドマックスどうでした？え、なんで今ループしたんですか？マッドマックスどうでした？マッドマックス素晴らしかったですよ、うん、っていうかあの監督もう70何歳でしたっけ？あ、え、ワンと同じ監督なの？同じ監督です、この監督。もうとてもね、70過ぎの方が撮ったとは思えないですね。あのエネルギッシュなテンション高い感じ。下北で芝居を見てきたんですよ。え、今日は何ですか？そういう日なんですか？どうぞどうぞ。下北で芝居を見てきて、はい、で、いや、あのちょっとね、あの、はい、友達がやってるよっていうんで、はいはい、面白かったですね。マッドマックスどうでした？どうも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 。いらっしゃいませ。まあまあ三角田さんに困ったんで、ありがとうございます。あ、本当？三角田さん何今日 おかしな格好してるやん。一丁らなんですよ。どういうこと？作業着、作業着。あ、磨く時の方、営業じゃなくて。そうそうそう。え、こんなん着てやってはるんや。すごいでしょ、今日おろしたてなんですよ。マッドマックスどうでした？マッドマックス、うん、マッドマックス、マッドマックス、マッドマックス映画の。めっちゃ面白いらしいじゃないですか。え、そうそう、めっちゃ面白いらしいよ。でしょ。誰か見た？見たん？この前下北に行ってたんですよ。下北でマッドマックス、うん、見てない、見てない。僕も見てないんです。だから見に行きたくて。見に行った、見に行った。あ、どうもどうもありがとうございます。じゃあ乾杯。え、マスター見たの？僕は見ました。どうやった？いや、いいですよ。もうね、最初から最後までもう全然だれないんで。あの話って何やったっけ？車ごっつい改造してるお兄ちゃんたちがわーみたいなやつやんな。そうですね、まあ全然わかんないよ、それ。車ごっつい改造してるモヒカンのお兄ちゃんたちがわーいう映画じゃないですか。北斗の拳みたいなもんでしょ。逆に北斗の拳が影響受けたんだよね。を元に作られてる。ああ、そういうことか。そうそう、はい、なるほど。だからまあまああれを想像していただくと間違いはない。なんかを取り合う感じ。ユリア、そうですね、今回ユリアを。アロハ、アロハ。あ、いらっしゃいませ。アロハ。いやー、もうね、旅行帰り。何やんな、もう。ごめんごめんごめん、旅行帰り。カティダちゃんの。何よ。まずはお土産カティダ。ありがとうございます。何よ。いやー、もうね、何よ、最高の週末。何よ、ちゃんとちゃんとね。どっか行ってたの？いやね、海越えて。海越えて。海越えて。愛媛。近いな、そこそこ。海越えてんねん。ベリー。ないかよ。ベリー。アロハ言うとったやん、さっきは。違う、海越えたらそんな気分になるやんか。すごいやん、これ。みかんゴーレットやって。美味しそう。食べられるのじゃん。食べたい、食べたい。なんか電話かかってきた、ごめん。何やねん。ないか。マジかよ。うちのみかんゴーフレットはどこ行ってんの？みかんゴーフレット。乾杯しましょう、乾杯しましょう。乾杯。いやいやいや、絵見てた？ちょっとあの、はい、マスターも一緒に食べて食べて。あ、当てていいの？じゃあもうちょっとつまんでいこうや。でさ、あの多分な、あんたらおるやろな思ってお土産をね、うわ、うん、買ってきてくれたの。サルキューだ。テンション上がる。え、何これ、どういう、超いい
よ。マスターよ。え、あ、一人前ってこと？すげー。そう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 、これな。もうこのパックの中にだしとかも全部入ってる。名前やん。これちゃんとあのお持ち帰りの袋になる。ありがとうございます。金ピックやな。こんな売ってんの？さぬき黄金うどん。そうそう。研究会。研究会。いやー、そういうお土産があんねんな。すごいね、これでも便利よね。坂本龍馬って書いてあるけど、ちょっと違うんじゃないの？え、愛媛やろ？え、嘘か、高知でしょ、あの人。なんか、もう島で、あー、ひとくくりない、ひとくくりない。四国ひとくくりない。これ開けていいの？開け食べようだ。いやー、やっぱりね、こう、仕事離れて旅行っていいね。いやもう明らかになってテンションが違うもんね。あ、そう、あ、そう、今ここで俺らせっかくマッドマックス、そうやね、マッドマックス出てそうやん。ルックスマッドマックスって多いやん。ちょっと待って、どういうこと、マッドマックスおかしい話やんか今日。いやいや、マジでこれティナターナみたいな古い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 、もうマッドマックスってティナターナやないの、こんなもんおさっくりくれないだけやんか、もうティナターナ。ちょっと海越えるからな、うん、海やからちょっとテンション上げてパーマ当てた、うん、当てちゃう、当たりすぎた。そのためにそのためにな、な旅行前にパーマ当てて旅行に。そうそう、うわ、ダッサー、なんで指さすな、指あるやん。マスターもあれやんな、こうあの海外行く時とかさ、海外言うたって日本やんか、海越えてんねん。だから大阪が離れてんやろ、どうせ。離れてはないけどさ、わ、美味しそうよ、これ食べよう食べよう、食べよう、いただきます、いただきます。いやオレンジのね、どうやったん愛媛は。いやもうね、もう毎日こう平日ね、月金で会社ばっかり行っとった。あかん、あかんの、もうね、あかんの。ちゃんと金曜日まで仕事をかっちりして、はいはいはい、夜から出発ですよ。これそれで行ったん。せやで、このなんか達成感わかる？え、ちょっと早退とかちゃうね、ちゃんと6時退勤してからの夜ね、うん、神戸港が11時、うん、発掘、はい、春で船でね、船で行ったのよ。あー、ね、あー、早朝に着くやつや。そう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 、6時10分にね。こんなかかんの？かかんねえ、かかんねえ、ね、かかんねえ、ね、あんたもどうせ大阪でね、京都でね。なんでそんな大阪京都。いやもうなんかね、海越えると違うよ、世界がね、広がるよ、もう、まあ、そこそこ暗い時に着くやつでしょ。そうそうそう、6時10分に着いて、ね、うん、ね、送迎バスで、うん、あの最寄りのね、だから新居浜港着いたから、新居浜駅まで無料バスがあって、うん、うわすごいね、サービス満点よ。 JR、JR、うん、西日本に乗って、ターナー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 はいいねん、もうターナーはいいねん、ちょっと盛り上がってんから気分が高揚してな、うん、そうそう、ほ、ほんねから、ちょ、あんた聞いてる、この旅自慢、もうターナーがそうそうで気分が高揚したとか、あ、すごいなと思う。それもうターナーやんか、ターナーやな、マッドマックスね、マッドマックス、どっちかにしようや、もうこれがマッドマックスなんや。え、ちょっと待って、どういうこと。え、ターナーとマッドマックスは一緒なんだよ。え、そうでしょ、おかしいやん。ターナーで撮ったならね、マッドマックス、そっか、そっか、バーの方ね、悪役でな、悪役なんしかも、笑けるやろ、笑いすぎやろ。あんなスーパースターを悪役で使うマッドマックスってすごくない？だからまだスーパースターってなかったもん。スーパースターやん、せやから覚えてんじゃん、ティナターナーって。いや、あの後売れたんちゃいますよ。違うよ、違う違う、だって主役あの子、メルギブソンやろ。そうや、あれで、あの子あれで売れ出したやんね。メルはそうやん、メルはそう。それをティナ・ターナーが出たやつはマッドマックスの確か3です、ね、ああ、じゃあそれは違うか、ああ、じゃあ、じゃあ、ちょっと待って、みんなしれっとうちの四国の話は流されてるから。いやでも今主役やで、あなたターナーやもんだって。いやこの話で、いや、なんかうまい具合になんかマッドマックスの方にスライドされてるから、ちょっと自慢したかったのに。それも現地まで着くまでになんか マッドマックスに行ってるから。それもこの二人は見てないからな。マッドマックス見てないんかな、想像やん。で、なんなんよ、JR の新居浜駅まで連れてってくれるわな。そうそうそう、うん、ほんでな、うん、あの、しまなみ海道って知ってる？まあいいですね、しまなみ海道。知ってる、マスター。しまなみ海道ってな、四国から本州までこう、うん、島がいっぱいあるね、うん、で、それを全部こう、サイクリングロードがあんねんけど、あ、海の上をこう、橋がかかってる。そう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 、だからもう、チャリでね、もうあの、冒険心くすぐる感じでこう。え、ほんな海の上をチャリで走れるってこと？
まあ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 そうやけどね、それそうやねん、せやねん、ほんでな、ママチャリで行って、おー、ママチャリやで。え、それは途中で借りれるってこと？借りれん、借りれん、レンタサイクル。そうそう、出発地点が今治の四国の愛媛の橋のとこでな、でそこから島越えていくねん、うん、であの最初が大島っていう島 で、うんうんうん、で次が博多の塩という博多島のとこ、うん、ああ、その博多の塩はそこなん？そこや、ここや、ここや。今つけどちょっとだけマッドマックスっぽかったね、うん、そうなんだ自分が油断したそっちに行こうとしてるけど自分がやったんや。この紅葉はどこに行くねん。ちょっと歌がロックロール、ロックロール、いやいや、博多ブライアンと一緒に歌っとった。そう、あれの距離知ってる？今治から、うん、チャリで博多行って戻ってきてん、うん、今治、大島、うん、博多島、ほんで戻ってきて大島、うん、今治やって、なるほど、で全部で50キロぐらいあって、わあすごい、このチャリで行ってきて、これは紅葉するやろ、へー、それはなかなかですね。ちょっとね、1日で行ったん？1日どころちゃうよ、朝から行って夕方やって帰ってきた。あれやろ、自転車の前になんかこんな角とかつけたりして、違うの絶対そっち、砂ぼこりが違う、違うのクワーッこけたの、おかしい、違う、あった、もうギター抱えながら、何それや、うちのパーマが悪いんか当てすぎたパーマが悪いんかどういうことやねん、今日は激しいな、朝からじゃあ初めから、パーマはティナーや、違う、絶対あのあれやで、福袋も絶対旅行行くって言ったらちょっと美容院行ってこうかなとか絶対思うやん、嘘やん、絶対嘘やん、環境変わった絶対美容院あ、でも、嘘、やりそう、やりそう、じゃあ俺東京とかさ、うん、その都市に行くにあったらまだわかるよ、え、東京行くときにちょっと美容院行く、いや行かへん、もう今は行かないですけど、もしかしたらね、その気持ちはわからんでもないわいな、ちょっとおのぼりさんな感じ、ちょっとおしゃれしておこうかな、うん、言うても島やろ、島って、あ、よっ、島をバカにしちゃいけないよ、それは、あれ島、あんたどこの人、島をバカにしちゃいけないよ、バカにはしませんよ、バカにはしませんけど、バカにはしませんけどさ、そんなだってこんなパンを当ててるといいんやろ、島ちょっと夏はさ、チャゲアスと、あ、言うたかな、チャゲアス、あのアイランドの歌あったやんか、夏ここあの人もチリチリやったやんか、チャゲか、え、チャゲやからな、え、何、え、チャゲ狙い、違う、なんか話を流れていくと二人のアイランド的な感じ、ちょっと島に行くぞ、二人のアイランドだ、じゃあチャゲにしようと思ったっていう流れになってんじゃん、男になってるやんか、チャゲの子、どっちか言ったら大都会やで、え、ちょ待って、クリスタルキングキングもチャゲも男やんか、でもあの島より大都会、おい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 になってる、ちょおかしいやん、うん、いや、あの、あるやんか、旅行チャゲはマッドマックス出てなかったと思う、全部そっちに持っていきたいの、今日出てた、出てた、出てた、やっぱねチャゲもすぐ殺されるっぽいよね、でもチャゲ出てたら、ね、洋画も邦画もないやんかもマッドマックス何それだってチャゲやで、名前あ、邦画や、マッドマックスやで、チャゲはやっぱマッドマックス、ほんでもクリスタルキングも出てたからやんか、そうや、クリキンも出れるわ、クリキン、クリキンも出れるわ、クリカみたいやな、そう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 、いやーよかった、歌う気なくすと思うで、どっちがどっちが、クリキンが、あ、クリキンがかい、うん、さあ歌ってもらいましょうクリキンのお二人でとか言ったらもうそれはもう歌う気なくすと思う、そんなんで、それまあ50キロを、そう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 、朝から爆走したわけですよ、爆走したんですよ、爆走したの、そんな、あんたな、もうこの年になってな、うん、ママチャリで50キロってな、いや、ちょっと難しい、叫びながらやもん、違う、違う、言うねん、目的は、ね、目的は何か合手するってやつやね、違うねん、ユリア、今おかしいやんか、ユリアをもっとスタイリッシュにこうサイクリングやねん、スタイリッシュちゃうやろ、何がママチャリやのに、まあ、いや、うん、デコママチャリやの、え、デコじゃないデコなの、あの炎みたいな、炎、違う、なんかおかしい、通られへんわ、なんかここになんか花ピーつけてもうどんどん違うことなってる、もう海が汚れるから、友達いっぱい違う
違うからあのメンバーみんなで、会社の同僚と行ったんですよ、仕事仲間とね。あ、そうなの、何人ぐらいで行ったの。10人。おお、たくさん行ったね。行ったよ。もうだからね、まあ、あの帰ってきたのが今日の朝やん。もうアホやわなあ、ちょっと待って、朝考えるダニーや。捨てて仕事行ったんでしょ。いや言うてんだから、金曜日の夜に出発して、土曜日に50キロママチャリで行って、日曜日はほっこり坊ちゃんの道後温泉に入って、フェリーで、まだフェリー、そうそう、フェリーで今日の朝6時10分に着いた。ほんで仕事行って行ったん。行くよ。フェリーの中でちゃんと寝れた。寝てないね。どんな10人で行ったら寝れへんでしょうに。ねえ、なんかそれで悩ったらちょっと飲んでたりするんでしょ。でもだって打ち上げやん。なんの？もうなんかこう達成感。なんのよ。え？なんのよ。ティナパーマの。海違う、もう。え、パーマのな？違う。海越えた。こすった。ちょっと何？あんたらちょっと。うちが海から戻ってきたらなんか何だ、僕らはそんなね仕事やったから行けないからさ、やっぱりそんなこと言うてるうちにな、夏は終わんねん。夏推しだよね。夏推し、夏って夏とこ夏チャゲだった。チャゲの髪型だから。違う、チャゲ狙いじゃないから。俺ら別にチャゲ狙いじゃないもん。チャゲ狙いチャゲ狙いしたらハゲんで気付けほらもうなんでチャゲ狙いになったかよく分からない。狙ってないのよ。ティナ狙いじゃなかったね。チャゲ狙い、チャゲ狙いか。夏は夏で海って言ったらちょっとクリックした。違うもうそれ歌やから。夏で海って言ったらクリってしたなったん。クリってしたくなるやん。なるの。え、なるやん。いやあんまりちょっと思ったことだって、クリってしたら海入ったらもうクリクリクリってなるやんな。なるなる。あ、海入った。入るよ。海入ったん。入るんかい。入るよ。だって海やで。海が呼んでんの。まだって呼んでんの。海呼んでたら怖いから逆に行かん方がいい気がするけどね。何も割られるよ。ストラね、引きずり込まれそう。違う、もうそれなんかおることになってるやん。海が呼んでんのじゃ、なんか霊とかカッパとかが。違う、もうカッパってなんやねん。それカバやんか。もうカッパはカバか。ちょっとおじさんとおばさんちょっと先に行かないで。ちょっとなんか先に行かれたなと思って、なんかちょっとえらい話になってきたと思って、ちょっと いいけど、日本昔話みたいな話してもいいけど、なんかちょっとなんかおじさんとおばさんの会話だったでしょ今一瞬。そんな構わらへん。いやいやいや、なんかちょっと先に行かれたなって気がした今ちょっと。何よ、ちょっとギリギリ30代。なんかもう突然白黒になったもん、なんか世界が、まあ、目の前の世界が。市原悦子さん出てきた。そう、出てきた。怖いわもう。いやもうね、え、全然休んでへんやん。お帰りください。いやもうこの達成感が今何社か何で達成やどれが一番達成感が高かった。いやだからまず仕事を休んでないね。ああ、なるほど。金曜日も休んでないし月曜日も休んでない。この達成感からの、どこの達成感、50キロのママチャリもあり、それはすげえな。海も入り、温泉も入り、いろいろ達成していったんですよ。なるほどなるほどなるほど。もうね、会社のその10人のメンバーここおったらもう同じぐらいのテンションなってる、なってる。だってやっぱりいつもと違うもんね、やっぱりね。旅行行くことでそんなになるんだね。メッセージは来てる？いや何も。オッケー。ちょっと今寂しかった、ね。ごめん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 。そろそろかなと思ったんだけど。わかるわかる。一緒にいた会社の方々にはチナターナって言われなかった？言われて、もうなんか一緒にこう高揚感あって、みんなこう盛り上がってる感じやって。え、みんな同じ髪型で行ったんですか？違う、おかしいやん。え、みんなチャゲそうやん。そうそうそう。違うわ。誰か一人でもアスカおらんかいっちゅう。違うわ。妙によってアスカやけどね。なんでそこから離れへんのもう。じゃあだけどあれじゃあやっぱほら旅行とかスキーとか行ったらさ、ちょっとなんか似合ってるように見えるって言うじゃない、服とかもスキーウェアとかさ、ね、水着とか。だからとパーマもティナやけど、やっぱ盛り上がってたじゃない、みんな一緒に海でね。海には出たんやけど、ちょっと大阪はね、大阪はもう庶民的な街やから、こう日常に帰ってきたらちょっと浮いてるっていうの、海外から帰ってきた人がちょっと
派手になってる感じ。だけど勝手なイメージやけど、みんな初めは違ったかもしれないけど、帰りにはみんな同じ髪型で帰ってきてるみたいな雰囲気だよね。わかるわかる。え、そんなディスられる感じ？ディスってない。褒めてる。褒めてたの。ティナターナスーパースターやで、ティナターナーは。全然そんな響き。ティナターナをスーパースターって表現するのも。え、ちょっと待って、ティナターナはスーパースターや。ディスコサウンドとかやってましたからね。ディスコサウンドロックよ、ロックよ。ディスコだったよ。あ、昔は、まあ、いいや。ロックよ。ロックか。じゃあソウルじゃない？ティナターナ。まあそっか、そっちやな。あ、まあソウル、そう。そうよ。ティナターナ。ティナターナ入れてきたわ。完全にティナ、ティナ扱いやな。ティナだからスーパースターでやめて、そんな失礼な言い方。いやいや。ティナ扱いでねえね。ティナすごいよ。いや、すごいけどなんかディスってるようにしか聞こえへんから。大丈夫か。ワイフすごいやん、もうテンション。けど初めてやろね、ティナターナとチャゲを結びつけたっていうのはね。そうだな、うちも初めて聞いたもん。そうでしょ、ティナターナとチャゲをまさか同一で語るなんて、うん、髪型とその島がこうつながったダイランド。しかも四国の島並海道って。そう島並海道ね。いいないいな、いいわ、羨ましい。雨とか降らんかった？あのね、超晴れ女やね、うちが。あ、そうなん。もうね、台風来てたやんか。来てたよ、9号、10号、11号が、うん、先週ぐらいはね、大雨やってん、うん、雨マークやって、うん、どんどん晴れてきてたね。いやおい、だからちょっともう台風来るから思って、外出かけるのやめたもん、予定を。いやもう全然もうずっと晴れてたね。カンカン照りやったもん、うん、カンカン照りやったね。もうね、天も味方してくれたね。うん、いやもう最高やった。楽しかった。いや旅は最高やね。それはもう一人旅であろうが、まあ、人と一緒に行こうが、もう旅がもう本当に楽しい。そうそう、もう引きどうせ引きこもりには分かれへん。引きこもりなんですか。いや、そんなもんないよ。なんもないけど、まあそうね、どっちかっつうと行かない。足が冷たくなってきた。急速時間張ってるんちゃう。急速時間張ってんの。そうそう、あの世界初休息時間を張りながらのユーストです今。ユーストって何よ。分からへん。ユーストって何の話。ユーストって何。言うてへんやんけ、そんな話。言うたやんか、はっきり言うやろ、お前。こっち見ろ、言うてへん、そんなことは。誰や。なんで切れんの。誰がそんなこと言うてん。なんで切れんの。ここはバーやぞ、バーやろ。なんか、あの知り合いの人来てないの今日は。まあ、何人かいらっしゃってますけど、うん、誰も特に会話に口を。ああ、そうだ、入ってないの。今日はね、また崎山さんがちょっとへこんだやんか。なんか見切り発車的な感じの寂しい感じになってるよね。え、それうちのせいなんかな。いや、そんなもんだよ。なよ。え、そんなわけないやん。このパーマのせい。いやいや、パーマいいよ、いいよ、いいよ。あ、そう。パーマいいよ。うん、パーマいいよ。いいのね。そうか、いや楽しそうやな、いいな、旅行。いいね、行かないんですか、旅行とか。僕はまあ普段は一人ではもう全然行かないですけど、うん、誰かと行くのは全然抵抗なく行きますけどね。でももう行ってないですね、何年も。あ、何年もですか。行ってないですね、旅行は。え、そんな行く。僕は年に1回は昔からの仲間と必ず2泊3日でキャンプに出かける。うわー、キャンプもいいよね。キャンプもいい。お盆時期はもうだから僕は今までの人生でお盆働いたことないんです。ずっとそのキャンプ行ってるから。もう22ぐらいからずっと十数年ずっと行ってるから。いい、そういうのいいね。ええな。テントそうです、テント張って、まあ毎回大体14、5人ぐらいで行く。テント何個ぐらい建てんの。テントまあ最低2つで、多かったら3つですね。で10人入る。はい、何人かはそのまま野外で寝るんで。ああ、はい、なるほど、ね。だから女の子らは入れるように、女の子らが入れるテントと、であとまあまあ男メンツも一応中で寝たいやつ用。ああ、いいね、いいね。いいね。うちもテント持ってるですよ。いいよね。テントってさ、いつからかさ、うん、形が変わったよね。うん、そうだよね。三角だったよ、ね、三角だったよね。三角だったよ。三角は今ちょっと流行りのやつやろ。え、あのティピーみたいな。三角錐やで。だ昔は小さかったよ。支柱が四角錐ちっちゃいね。ちっちゃかったよね。4人寝たらいっぱいいっぱいよ。そうだから昔は支柱がまっすぐじゃないとダメだったじゃないですか、あの鉄の棒が。ほうほうほう。で今は結構まああれは素材は何かわからないですけど曲がるんですよ。
だから真ん中にバッテンで支柱を立てて、それがあのしなって曲がるから。ああそう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 、それ持ってる、あごめん、それ持ってるもん。だから昔おっしゃってたような三角形とか支柱錐とかのやつは直線だからこういう風な形になってる、なってるなってるなってる。今のやつは曲がるんで、それで。で曲がる分こう丸くなるから上の空間が広がるんですよね。あなんかさ、なんかテレビで見てたらさ、なんかキュ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 ポンってやったらボンみたいな。あー分かる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 。ありますあります。ビョンみたいなやつ。ボンって立つみたいな。あー分かる。それはでも小さいやつしかできないですけどね。2人ぐらいしか入れない小型でそういうテントもありますね。あの海とかのやつやんな。海とか遊びに行く時のな。もうちょいこうなんか布が丈夫な版とかやったら普通にテントとしてあれで使えるやつもありますよね。いやでもテントいいよね。テントとかで確かに久しぶりに泊まってみたい気がするな。何人ぐらい入れるの大きいテント。大きいテント、それこそめちゃめちゃでっかいやつやったらあの10人入りのテント。平均して大体 4,5 人用ぐらいのやつが一番一般的な10人用建てるんやったらテント2つのが楽よね。うん、組み立てるのがね。そうそうそう、いいよ。あんまり乗り気じゃない。そんなことない。そんなにアウトドア。そんなことないね。いや僕ねアウトドア大好きっ子だったんですよ。小学校。島国やもんね。小学校。小学校。だからもう行きその場がアウトドアだったんで田舎だったから。いやいいよこう自然に触れ合うのはね。いや分かる、それはね、うん、とってもいいと思いますよ。僕も昨日あのちょっと朝から海行ってバーベキューしましたから。バーベキューね、夏の醍醐味いいですよ、うん、みんな遊びに行ってやがるんだよね。そう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 、三角田さんね、なんか昨日だったっけ。仕事終わりで、そう仕事終わりで誰か誘おうかなと思ったらみんな遊びに行ってるからさ。、うん、みんなツイートでなんか海の映像だったりなんか船の上だったりとかなんかやってて、うん、あもうこの時期ね、そうそうそう、誰も大阪におらんようになるからね。ちょっとねなかなかの孤独さっぷりです。孤島に、陸の孤島にいましたよ。なるね、なる。宮古島という名の、宮古島という名の。でもまあ来週からは夏休みとかに入るから、そうなってからの方がこうみんな遊びに行くの本番じゃないですか。だからそうなってからだったら混雑するかなと思って昨日のうちに。そう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 、今がねちょうどいい時期でね。いやーよかったよ。そんな予定ないんですか。ないです、引きこもってしまった、ね。いや夏はほらイベントがね多いからお仕事がねちょっとあるんですよね。何がイベントの何が仕事が、仕事が何が、なんで何私が仕事をしてるとなんか不思議なんですか。いやいやいや、ね、そういう会社に何が、そうそう、何があるのかな。いやほらあの広告のほら仕事をしないとイベントやったら広告関係、広告関係ですか。あそう、そうそう、印刷とかして。あそうやったっけ。そうですよ。銀行じゃなかった。銀行じゃないですよ。銀行じゃなかったよね。あれ、銀行じゃなかった。俺銀行員みたいな話聞いた気がする。なんか金融関係の話。金融関係やった。あれ、金融関係やったわ。え、あの転職。あのなんか今出向してんのね。一旦止めますか。何を何を何を一旦止めてちゃんと会議しますか。いやいや何をよ、ちょっとだいぶブレそうやから一旦一旦行きますか。今出向してるんです。出向してイベント会社に行ってるんですよ。え、まあ、銀行から。そうですそうです、あるでしょそういうの。銀行から出向して、イベント会社に。イベント会社なんか目力強いけど大丈夫。大丈夫大丈夫。一旦止めますかやっぱり。何を止めるいやなんかわかんないです、うん。だから最近僕ほら服装変わってるでしょ。なんかね、あだいぶラフになってきた。そうでしょ、だからイベント会社だから。ずっと会社休んでんねやもん。違いますよそれ。なんかいろいろあって聞きにくい。なんかね聞きにくいよね、聞きにくかった。なんかあそうです、そんな飲んでばっかりで大丈夫ですかと思って。そんな思ってたん。あなんかなんかあるのかな。いや違う違う、もうちょっと業界人の真似事をしてるんですよ今は。あそう、そうです。まあ戻りますけどね、また銀行にね。はい。なんか背中に。じゃあ今どんな感じの仕事してはるんですか。イベント関係の仕事やけど、うん、まあまあその企画したりそれの宣伝広報をしたりしてるんですけどね。おー、うん、そうそう。だから今企画してるの何なんですか。え、今近々何かあるんですか。近々子供賞。子供賞。子供賞の企画もやってます。いろいろ子供どんなやりはるんですか。なんか動物がいっぱい出てくる本当の
本当は怖いからやめとく。本当は出ない。本当は怖いやん、そんな。本当は出ない。生ものはあかんや、もうご飯とか。それムツゴロウさん的な感じ。そうそうそう。ダメダメ、動いない。動物生ものって言うんですか。生きてるのダメだろ。生ものいよね。一旦殺した後の言い方じゃないですか、生ものって。じゃあ生きてるのダメダメ。生きてるのダメ。オブジェを作ったりね、動物の。みんなで子供を集めてこう作ってわー子供を集めて、うん、子供集めて、なんかちょっとやらしい感じでマイクランドみたいになってない。大丈夫大丈夫です大丈夫大丈夫。ネバーランドみたいになってない。ネバーランド色強いなと思って。そんなんじゃない。そうまだムツゴロウさんの方がマシやわ、それやったら。いやもう全部のキーワードがなんかそういう方向にしか聞こえへんくなってる。あかんわ。いや大丈夫です大丈夫、うん、そうなんですよ。だからね、土日とか夏休みの仕事やから旅行とか行けないです。あーそう。そのうちも役者やるとか言い出すんちゃう。役者そんなのやらないでしょ。あんなもうアホなやることですわ。あんなアホなやることですよ。もう見てて、もう近くで見てて分かる。ちょっともうカメラちゃいますわ。前見て言ってくださいよ。あんなもうアホなやること。あんなアホなやることです。主役とかやってそうやらないでしょ。あんなね、その仕事からね、近くで見るとね、もうみんなもう頭おかしいよ。マジなんでこんなことするんだろうな。出る方は青ちゃんか。青ちゃんか。でもその会社でやってらっしゃるショーに自分が出るとかっていうのもまたないですよ。あるわけないじゃないですか。もう使ってる側ですよね。そうですよ、もう、うん、やりなさいよみたいな。出る人は出たいんでしょ。そう、出たい、出たい方のアホなんでしょ。そうそう。じゃあ出ればいいじゃない。そう、出なさいよ、出なさいよ、うん、アホなんでしょ、出なさいよ。出たがり、うん、ちょっと待って、アホ別にそこまで強調してないんだけど、まあまあでもまあまあ、 あの出たいんだったら出たなみたいな。いいよ、ビコーズアホなんでしょ。横文字だね、横文字だね。あ、そうそうです、もうアホばっかりですよ。アホ、あっちのお客さんに言ったってください。ねえ、もう旅行は行かないんですか。旅行、いや行きたいけどね、だってね、もう時間とお金がね。まあ、今年はもうどう行かへんの。いや今年っていう枠で言うたら、あ、冬までのね。いや夏です、だって夏推しじゃないですか。夏、いや、うちは四季を感じたい。何を言ってるんだ。どうしたいやどうした、ね、アンテナかこれは。いや、ちょっと待って、これはアンテナか。全部ここか。もう違う、四季を感じたいって言うたから。感じたいとかもやめてくださいよ。もう春は春、夏は夏。じゃあ春はどっかに行きはったんですか。春は花見行きました。じゃあ次秋はあれですか。あの秋はあのもみじ紅葉でね。冬はじゃあ鎌倉作りますか。なんで聞き出してんの。自分の意思はどこにいったんや。もやどうしたどうした。それでもあの鎌倉作るのだけ急にハードル高いですよ。そこまでの合戦使いもかと。他は割と近場でなんとかありますけど。冬意外となんかスキーとかはしないの。スキーはね、スノボはやった。スノボやった。さすがやね。スキーはね、さすが滝山さんは。滝山さん基本ヤンキーやから、ね、ヤンキーだからね。ヤンキーだから、ヤンキーでやることは大体やってない。やってるよな。何、スキーとスノボはそんなに違うの、人種が。まあまあ違いますよ、やっぱスノボは。スキーはそんなになんかお嬢的な感じ。お嬢じゃないけど、まあ一般人がやりますよね。え、スノボはもうやさぐれてる。もうタトゥー入ってますよ。おかしい。スノボをやる人はタトゥー入ってますよ。おかしい。オリンピックにもなってるやん。あいつ絶対タトゥー入ってるよね。あれ入ってるよね。あんな絶対入ってるよ。あんな入ってるよ。こら何がよ。こらもう。いや悪いことじゃないやん別に。よウ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 言ってると思う。日本代表の子とか未成年ですからね。あ、そっか。けどそう、未成年はタトゥー入れちゃいけないって条例はないだろ。いや、あると思います。あると思います。もう未成年育成法とかその辺で。タトゥーは何歳からね。え、ちょっと待って、タトゥー前提になってるやんか。ないこと、まあないんじゃないかもわかんないですけど。ちょっと、スノボやろ、スノボやろ。さき山さんもだってそれ以上薄着になれないじゃないですか。違うやん。そうやん、そうやん。おかしいやん。あと、銭湯に入られへんのか。そう。違う、ない、ない。道後温泉は使って平気やった。使ってたもん。水着着てたんでしょ。全然大丈夫やから、なんもないから。チャゲ、入浴禁止。なんでそんなダサいの。パーマ入浴禁止みたいな。多分その将来を見越して見えづらい場所に。違う。見えづらい場所って。
内ももと。もうやめといたらそれやったら。なんだろうそれ、見えないところにするとか。言い張るよけど。あ、ほんま。言い張るよ。なんかいざという時にあみたいな、そういうことかな。そういうことなんじゃない。あら。そんな地味なとこに。いやもうそのえそんな地味なところ。だからあの人しか知らないとかそういうことじゃない。えそ、そんな地味なところ。なんで地味なところ。いやけど地味地味かどうかわからない。どうかまた微妙え。俺から見たらそこそこ派手なところやなと思いますよ。えでもどこよどこよ。地味やけどそこそこ派手なところとか。ああ、こことかいるよねなんか。うん、そうそうそう。やるね、えそのデザイン的にはどんな感じなの。デザイン的でバラとかじゃん。バラなの。まあ僕は目が悪いんでそういう時は何も見えてないんですけど。すいません。そうか言ってたよ。僕は何も見えてないんです。もうまた乳首取れた話になるやんか。あ、そういう時に見つけたってこと。あ、なんかあるみたいな。違う違う違う、話には聞いてるけど。あ、実際そうなった時は見えへん。もう見えへんやんか。だってだって眼鏡外しはるって言ってたやん。あるんやろうなーっていうぐらいですよ。ちゃんと見えてたことがないって言ってたよ。すごいよ。女性の乳首をちゃんと見たことがない。すごい、取れるのは知ってんのに見たことはないんだ。乳首取れるのは男性ね。女性は取れない。いやいや、わかんない。もうまたその話。俺が聞いたのは男性の話だ。あ、男性の話だ。じゃあ取れた人のそのものを一回持ってきや、ここに。それはめはったんやろ。はめ、そうそう、はめたん。はめれるの。いや違うって。でまた生えてきたりする。じゃあダブルやん。アイスクリームみたいなのやん。ダブル。あ、お前ハーゲンダッツみたいな。サーティワンみたいなのあるよ。え、でもトゥートーンになってるって言ってたやん。そうで、トゥートーンになるでしょうね。だから一個新しいなるもんね。だって秋山さんよう覚えてんな。うん、トゥートーン。もう衝撃的やったもん、その告白。トゥートーンとか。もう乳首の話ええじゃん。もういいわ。もうええ。もういい。だからさ、竹山さんはそういったまあちょっとヤンキーが通ってきたみたいに大体通ってるっていうことよ。大体通ってきますよ。そうそうそう、ね、え、スノボはそういう流れになってんの。あ、でもスノボをやってる人の方がちょっとこうやんちゃな人っていうイメージはある。イメージあるでしょ。いや、全部が全部じゃないんですけど。で、スノボをやってる最中になんか一人の男を取り合ったりするそういうのはあるんですよ、やっぱり。でも結構その滑ってる時に滑ってる時に、あ、滑ってる時なんだ。滑ってる時の回想シーンで。回想シーン。どういうこと。こう妄想になってるの。妄想だったり、なんかあの滑り始めるやん、うん、3人で滑り始め、結構早いね、結構早い。始めてからその滑ってる最中にあの恋愛があるんですよ、ここら辺で。こうね、近くなったりこう離れたりっていう時にってこと。別口でってこと。そうそう、あの滑る前までのシーンが流れるんですよ。あー、なるほどなるほど。それを思い出したら滑ってるみたいな。滑りに行くでしょ。滑りに行くって言うじゃないですか、うん、世の中の人たちは、うん、滑りに行くってことはほら止まるんでしょ、やっぱり止まっちゃうんでしょ。言うたち止まっちゃうんでしょ。僕やったことないから。えだって大阪じゃ滑れないじゃないですか。あー、ハクで、ハクでステイで。あー、そりゃ止まりますよ。せいせいってやつですよ。え、ごめん、俺だけが楽しい状態になってるよ。せいってやつですよ、ワイヤー。それ何、今の全然わからん。いや、ワイヤー、まあ、ステイするじゃないですか。ステイしますよ。だからってことはほら、夜に物語があって一回ステイした後の昼に滑ってるんですよ、2人、3人。あー、なるほどなるほどなるほど。前の日止まってると。そうそう、その前の日までの情景を滑ってる最中に。あ、なるほど。こっちでこっちが分かんないよ。だそのそれ今一生懸命な整理をしてんねんけど。何がいいな、これがこっちか。こっちもこれが分かれへんねん。ナイトライフのこと。右やないか、こっちは。ああ、こっちは左やろ、お前。何言うとんの。英語にしたのが間違いやと思って今な。あんたが悪いわ、それは。それかよ、うん、そうやな。ちょっと下ネタに持って行きたがってたやん、今。下ネタやったよ。腰がってたやん、今。腰がってないよ。なんかそれ違う、うん、こっち右やん。ナイトライフで言うたのに、この人ライフ聞こえない。ライトライフで意味わからん英語になってるやん。ナイトライフやライトライフって何やねん。右の、じゃあ右の何がやねん。だから、じゃあ映像の作り方としてよ。え、ワイプ、ワイプじゃん、ワイプ。あ、あの、何もいいわ。ちょっとリズムが狂ったからしまったと思った。まあ、いや、じゃあ、あの、滑るやんか。3人滑り出しました、出しました。出しました。で、シュッってなったら、次、前の夜の
映像が映るんですよ、うん、こう、そうそう、インサートされる、インサートされるしますね、それで、はい、なんかそのいざこざがあったんやけど、そうそう、滑ってる、滑ってる、その時はこうで、いざ1エピソードあるごとになんか誰かがシュッシュッってなるんだ、1エピソードあるごとに誰かシュッって言ってたどり着いた時にはその恋愛が完結してる、ね、え、下で下で、あら、そういう映画を撮ろう、あるでしょ、もうそんな絶対あるよね、絶対あるよね、はい、っていうことやってたんでしょ、やってへんわ、やってないんですかおかしいやろ、なんやろそのワイプとか、タトゥー、ワイプ、タトゥー、スノボ、パーマ、パーマ、もうそら、モーラ、モーラ、モーラ、全部ここに結びつけようとしてる、あとバンド、バンド、あ、バンド、バンドはしてたね、オートバイね、オートバイね、じゃあバンドしてたんやね、バンド、いやバンドはするでしょね、ボンジョビとか流行ってたし、うわあ、ボンジョビやん、またそこ行っちゃう、え、ボンジョビ最高やん、いやちょ待って、え、ジョン・ボンジョビでしたっけ、ジョン・ボンジョビやで、ジョン・ボンジョビですね、うん、最高じゃない、いいですよ、いいよね、俺ボンジョビ大好きやね、うん、ボンジョビ、俺もマジャーが好きかないや宮倉さんはね、ボンジョビとか全然あかんタイプ、うん、僕ね、正直ね、ボンジョビとか聞いてたやつ死んでしまえばいいと思う、ボンジョビとかビーズとかも全然あかんでしょそうです ね, ね、あ、でもボンジョビとビーズはすごい結びつきやな、え、なんで日本のビーズ、アメリカのボンジョビじゃないですか、いや俺見て言われても、俺二人とも聞いてないし、二つとも聞いてないし、いやそれはもうメジャードで言うたら、ロックはじゃあ割とダメなことですか、昔ね、ダメでした、え、じゃあ他ボンジョビ以外、例えばエアロスミスとか、ああ全然全然ダメなんですか、でもちゃんと聞いてない、おニルバーナを かろうじて聞いてたかなぐらいかな、ニルバーナか、フーファイターズね、うん、そう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 、じゃあもうそれこそカルチャークラブとか嫌やな、全然わかんない、じゃあでも逆にあっちのポップラ方がいいんじゃない、あっちはそれはいいんや、デュランデュランとか、ああ、けどうん、そんな好きじゃないけど、そこまでいったか、あ、違うんや、その頃はもうテクノばっかり聴いてたから、なんもうティナターナとか全然あかんよ、ティナターナだから、ティナターナの初期はね、あのジョルジオ・モロダーって人がね、うん、プロデュースしててね、それはちょっとテクノっぽいんですよ、うん、あ、そうなの、ブライアン・アダムスとあのデュエットしてたんよ、あ、そうなんや、ティナターナロック、え、今からちょっとそのおっさんおばあのロックの話を見てみるけど、おっさんおばあのロックとかいかなんな、かなんなってかなんな、おっさん、おっさんおばあのロックってかなんなって言ってるのがおっさんおばあやんか、もう今日なんか崩壊してるで、なんか仕事詰めすぎちゃうか、僕はね、僕は全然大丈夫やけど、いやちょっとゆっくり休んで旅行でも行って行きたいわ、行きたいわ、行きたいっていう、福袋さんはどこに行きたいですか、行くとしたら、そう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 、行くとしたらですか、ね、やっぱ温泉行きたいですね、やっぱりだから道後温泉行ったってすごい羨ましいですよ、うん、え、それほんまに行きたいと思ってた、思ってたよ、あ、そう思ってるよちょっと疑われてるってどういうこといやいやいや、なんかもう全然旅行に興味ない感じ、じゃあじゃあだから何回も言ってません、僕は旅行というよりもみんなとワイワイ行くのが好きやっていうだけで、あ、一人旅は嫌い嫌い嫌い、一人で行ってもだって共有できないじゃないですか、楽しみを、あ、そうですよ、結構ね腰軽いですよこの人、そうだよね、うん、俺すごいよフットワーク、今の方がフットワークが軽いっていう表現ですか、まあ、よし、オッケー、いやだってね、この前あの、うん、ちょっと仕事で東京に行くことがあってね、うん、で、あ、行くことがあって、で東京の知り合いと一緒に飲むんですけどどうですかって話をしたら、うん、マジで悩んでたもん、軽いね軽いでしょ、俺用事その飲み会しかないのよ行っても、そうそう、すぐ帰ってこなかったわけ、そうそうそう、それでもね悩んでたぐらいだからこの人、あれ1日ずれてた行ってたもん、ほら怖いこの人、もうだってこの間もなんか三賀久田さんがね夜なんか飲み、そうそう、カラオケ飲みがカラオケやったの、カラオケ、カラオケ、なんかもうほとんどパジャマ着替えてたのに、9時よお前、まあ、パジャマ着てもドラマ見て寝ようって俺は何なんかもう寂しいよ、寂しいんやろうな、寂しいんやろうな、寂しいんやと思う、寂しいんやと思う、もうほんま9時に電話受けても9時10分には電車乗ってたからね、俺パジャマ着とったのにほんで10時半にはもう家帰ってたからね、家に向かって帰ってた、なんかこういうもの買ったら何なんかなんかこういうもの買ったら、わかるわかる、ぬるぬるしたもの買ったらいいんちゃう、ぬるぬる
え、今してなかったなんか表現がなんかぬるぬるしてそうやったちょっと適当に乗っかかったんやけど、どう考えても今ふわふわしてる。あ、ふわふわちょっともう一回やってみて、こうぬるぬるしてるぬるぬるしてるなと思って、ぬるぬるした丸いもんやなと思ってたけど スライム的な感じ、なんかぬるぬるぬる、なんかこういう感じ。あ、そう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 、そういうのどう。ぬるぬるしてなかったらいいけど、うん、ふわふわしてたら買いたい。買いや、買ったらええんちゃうもん。買ったら余計外出えへんよ。もうそんなカラオケとか行かへん。9時に電話かかっていたら、そんなもう今もいいよ。獣がいるから小さい獣がいるから何やねん、獣が待ってるから。家族だからね、獣とかじゃないですからね。いや獣やねん野生がいるからみたいな野生じゃないよ、家で凍ってたら。もうあいつら外出たって何にもできへんねん。まあその割にはあいつら呼ばわりですけどいやいやもうほんま、いやでもほんま羨ましかった。まだまね、すみません、お代わりください。はい、あでももう楽しまないと。あ、いやまだいけるな、はい、楽しまないと、はい、あちょっと別なものに。あ、はい、すみません、はい、うちもはい、いや買うペット買うってないな。ペット買うのはあんまりないの。な、いやいや、ないないっていうか、だからその旅行とか行った時ほったらかしなの。そうやね、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 だから足止めは食うよね。まあ確かにね、うん、ヤンキーはペットって言うないよね。ヤンキー違う。だけどヤンキー猫買う。ヤンキーじゃない。猫買うてるな。猫、猫買うてる。猫か犬かいだ、猫。やっぱりね。いや違う違う、聞いてる猫か犬かいだ。あ、僕は、うん、あ、僕は猫ですね。ミガクダさん、あんまり動物の話とか全然聞かないよね。僕、けど実家ではすごかったですよ。何飼ってた。ぬるぬるしたやつ。もうぬるぬるしたやついっぱいいましたよ住みにくいよ、ま、マリモとか。そんななんか犬とか、うん、ね5匹ぐらい同時に飼ってました。犬よ、うん、マジで5匹ってすごいね。何系。雑種雑種レトリバーレトリバー、あ、違う、雑種雑種、あのハスキーハスキーレトリバーみたいな。散歩だけでも大変じゃないですか。もうね、だからなんか犬牧場みたいになってました。懐いてたん。うん、懐いてた。バカ、バカけどハスキー系はバカやから。あ、ほんま。バカでしたよ。で、だから家の周りを柵で囲って、うん、そっから出れんくしてて、うん、やってましたね。で、そうそう、レトリバーだけはゴールデンレトリバーだったんだけど、親父が拾ってきて、うん、なんか帰ってる最中に見つけたらしくて、レトリバーおるわー言うて。え、まあ、そんなん、その辺に、その辺に捨てられてんの、それ。入れ。捨てられてんちゃうんじゃん。いや、そう、なんか、つながれ、なんか、いや、それは知らんねんけど、入れ言うて、車で入れて、ブブ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 。え、でも警察届けたの。あの、迷子犬やったみたいで、警察届けて、それで、持っといてもらえますか、それか保健所に行くか、どっちかなんですけど、言われて、いや、じゃあ持っとくわ、みたいな。うん、それはあれやな。それで結局飼い主見つからずにそのままうちで。賢いですよ、ゴールデンレトリバー。ああ、そうなの。もう全然話しがい余裕っていう感じ。もう何も、じゃあ散歩行くぞみたいな感じで、ここくる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 回ってますよ。なんかバリアみたいな。あ、ほんま。上でこうやって。あ、どっか違うとこビャーッと勝手に行ったりしようらへんねん。しおらへん。全然しおらへん。鶴犬もおるわけ、そのさっき言ってた。あ、だからハスキー犬とかはバカだから、もうつないでもうこの状態です。あ、そうなんだ、うん、それで逃げたりするやんか、うん、それでわーっと追いかけてって、それで、目の前に出てくるのよ、うん、ハスキー犬が楽しそうな顔して、で、お前動くなよ動くなよ動くなよって、うわーってやったら、うわーって言ってくる、遊んでもらえてるみたいになって、地獄やで、そうなったらハスキー犬に勝たなあかんからね。アホやな、ハスキー犬。犬は違う。で、待ってるから、ね、走ってって。あ、待ってんの。待ってるよ。来い、早く来い、お前来い、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 早く無理でしたー、言うて走っていきおるからね。へぇー。そんなんだから、基本動物好きですよ。竹山さんはあんまり動物弱いですね。
まあまあだからそのね、大阪でなかなか買えるとこ少ないだからね、大変やろうなって思って。そうやね、やっぱ生活がね、ちょっとね、まあでもそうやな、大変やな、市内で買うのは難しいよね。でも最近ほら、なんかあのロボット的なあれやあるある、あれあれなんかすごいよね。返事とかするんでしょ。え、何何の話するの。あのロボットペッパー、あ、そうそうそう、それ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 、ソフトバンクがほら、こっちの言うたこと理解して返事するらしいよ。怖っ。だってシリもそうやんな。あ、そう、まあシリもまあそうか、まあそういうことか。ああいう感じなんでしょ。もうあの、だって世界中の人が喋ったやつを全部一つのところに持ってって全部学習してるんでしょ、あれ。シリとかさ、どんどん賢くなってるのやつとか。そう、あ、そう、どうやった、恐ろしくない、恐ろしいな。そう、ほな、あの掃除のほら床こうくるくる回ってるあれあるやん、何だっけ、あれ暖房じゃなくて、暖房じゃなくてルンバ、ルンバ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 、ルンバ、いや、ずっとゾンビ、ゾンビ、違う違う、汚してる、違う、ゾンビじゃないと思 う、汚れてる、おかしいおかしい。いや、でもあれもそのうち喋るんちゃうかな。あー、喋りそう。あの子らはね、ロボットの走りみたいなもんやもんね。いやちょっとあの橋の方ちょっと気になるからやっといてとか言って、お前がせいやみたいな、うん、それは昨日やりました。あーあー、ごめんごめんごめん、見てなかった、あーほんまや、綺麗や綺麗、ごめんごめん、逆に逆にダメ出しされるね、ダメ出しされるみたいな、それはあると思う。そうなってきたらこう生もんとね、生もんと機械もんのうーん、まだそうやね、そんなにもなってくるやん、なってくるわ。せやな、ルンバがご飯とか作り出したら怖いね。あの形で、ね、あの形でなんか分からんけど、まあ、え、こう回ってるこの平べったい円盤のやつやな、あの中からご飯が出てくる。あ、食べる気せえへんね。え、何混ざってるか分からへんや。いや、ものすごい賢くなってもってうっかり、もう中で作られてるんです。そうなんじゃない、この人がこう。でもルンバは、うん、あの僕らのことを思って、うん、最近あのご主人様は栄養が足りてないなとか思って、ルンバがもういろんなゴミをこうわーってゴミで、その中から栄養を抽出して、未来的だよね。そんなに食べてご主人様最近栄養が足りてないと思いましてって、ルンバがどうする、あんたルンバ食べるわ、食べる、食べなあかんよね、そのルンバがそう言ってくれたら。それは悟せへんの。サトシはする、ルンバ、うん、いいね、そこまでせんの。、うん、まあそこまで思ってんのやったらルンバにも名前つけてあげてほしい。猫に猫ついてるようなもんや、ね、そうやな、それなんか、うん、なんかなんとかちゃんって言うわな、そら、うん、じゃあもうペットショップみたいにルンバももうみんなこう動いてんや、うん、売り場で、うん、そうや、そうや、そう選ぶ感じになってくるんや、性格もあるんやわ、いろいろ甘えたのルンバ、ツンデレのルンバとか。ツンデレ、それ仕事的にはどうなんやツンデレのルンバと甘えたのルンバは。ねえ、あ、けど一応ちゃんとするんじゃない。うーん、ツンデレやで、ツンデレのルンバやで。あ、けど逆にちゃんとせえへん方がいいかなって思うと、でもゴミもあえてね、あえてゴミが、そこら辺に残ってて、そういうのじゃないでしょ。いや、でもツンデレはやっといてあなたのためにやったんじゃないからねっていうの。あー、あー、綺麗にしといて目の前でプッて出すからね。吸い込んだものを綺麗にしてくれてありがとうって言ったからペッてみたいなね。ややなそれ、ぐしゃーって、もうね、ぐしゃっと、いいや、うん、いいよね。今日他にお客さん来てないの。いやいや、来てらっしゃいますけど、全然会話に参加しようとは。あ、そうなんや、人見知りよね。それ言うたびにテンション下がってるから。そうね。ほら、もう時間がさ、もう閉店、またほら、閉店言うでしょ、マスター。ちなみにもうあと5、6分で。もう、なんか最後ルンバ寂しいわ。ほんまやね。旅行の話って終わったらいいんじゃないの、そのもっとこう盛り上がる。終わったらいいんじゃない。じゃあ、だって5分やから。みかんコンフレットもう1個いただいていい。美味しいよね。いいよね。やっぱりね、四国は良かったよ。四国は良かった。大きかった？大きかった？何が？
陸が。あ、陸な。そんな大きないやん。せやな、今の陸に行って大きいもんな。お大阪の人間に陸大きかったって言われたら、うん、陸どうやった陸お陸な、うん、そうやな、うん、立地条件どうやった、立地条件住むの平米とか聞かれんのかな、うん、あ、でも俺ちょっと香川県なら住んでもいいな。なんで、え、香川県なんでもあったよ。川崎に 2,3 度行ってるんだけど、うん、ここ最近何があんの。あのね、基本ね、梅田とか南波にあるなんやろ、主要なブランドだったり、うん、主要なデパートとかは全部ある、うん、あ、おお、都会なんや。都会よ、何でもある。だからそれこそビレッジヴァンガードまであるし、わあ、うん、香川にビレバンがあるある、あら、全然ある。だからね、四国でじゃあ一番栄えてるの香川なのかな。あ、そうかも。いや、はっきりは言えないけど、え、一旦は徳島、愛媛、愛媛か。でもそれお話聞いてると香川県が栄えてるっぽいですね、うん、僕徳島は何回か行ったことありますけど、それこそ徳島駅のところだと、うん、そんなに栄えてはなかったですよ。大きい駅ビルがバーンってあって、うん、まあ、そこに一通りの赤は入ってますけど、でもそんな主要な有名なブランドとかが特にあるわけではないんで、香川県は何でも手に入る。というかね、岡山もそうだけど、岡山も基本岡山市で大阪で欲しがって手に入らないもの、大阪ぐらいちゃんと手に入る。でもさ、旅行にせっかく行ってんねんからさ、まあね、なんかどんどんね、栄えてきたらね、なんかちょっと旅行感がないやん。まあ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 、住むならの話ね。まあまあ住むならね、最後で、ほらだって で近くに海があるんだよ。うーん、海がね、いいロケーションですね。でしょ、そんな苦労せずにすぐ海あって、うまいね。でも旅行は寂れ、寂れ、うん、寂れてほしいな。まあ、旅行は寂れてほしい。愛媛行ったらいいや、愛媛。都会であってほしくはないですよ。そうそう、なんかゴミゴミしててほしくないな。あ、で、ちょっと行ったらすぐそうなる。愛媛、愛媛だ。そうそう、行ったらいい。中心地だけだから、本当に。ああ、そう。まあ、それは理想的ですよね。中心地に行ったら何でもあるけど、ちょっと離れるとすごい、自然な感じ。キャンプとかね、海とかちょっと。うん、あ、まあ、でもそういうところに住んでてわざわざキャンプしようと思わないでしょ。そうやな、そうやわ、ね、もう家がキャンプみたいなもんやな。そうかな。どういう、それは違う気がしたな。乱暴だよ、すごい、ね、乱暴やった。乱暴やわ、それは。そうか、いや、でも旅行はおすすめやね。まあみんなで行ってんのやったら楽しいやろな。いや、だってね、行ったメンバーもね、まあ会社のメンバーやったけどね、ちょっとチャリをね、本気で、買いたい、いいチャリを買いたいって言ってるメンバーもいてたからね。あ、それチャリが、うん、ちょっとネット検索したり。そこはバイクで走ろうとか思わなかったんですか。バイク違う、人力人力、自分の足で、もうそんなモーターみたいなの使いたくない。もうなんかね、モーター乗るときはなんかこう違うね、違うねこうなんか自分の力で渡った、こうなんかね、冒険心がね、ふつふつと、いいじゃないですか。こうなんかね、機械の力を借りるのはよろしい。よくない、うん、よくないの。もうね、そうね、自然にもよくないよね。なるほど、そりゃそうだ。ね、まあ一回船に乗ってるけどね。あ、うん、船はもうよしとしようね。ないそこはたどり着くまではまあしゃべらない、ね、そんなおさまそこ、そこ私船にしたら会社行かれへんや、月曜日。そうだね、そこだけはね、ちょっとそうだね、そこだけはごめん、ごめんなさい。それは今時そもそも人力の船で本州から四国へ渡ってるような船ないでしょ、うん、そうだよね、流水だ。それは大冒険だよね。いやー、いや、でもそんぐらいね、自然に触れるっていうのはいいよね。いや、よかったよ。ちょっとあんたらも行きなさいよ。そうそう、だからまた行くときは誘ってください。そうよ、誘ってください。絶対行けへんやろ。そんなことない
ないよ、こんだけ上を。おいおいおい、ほら違う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 、あのそっちに乗ってうんって言ったの今。そんなことないよ。そうだよね、行くま、行くますよ、行くますよって何よ、行くますよって何よ、ね、行きますよ、わざと噛んだ感じ。そんなもんないです。そうか、いいなぁ、楽しそうやなぁ。次どこ行きたいの？次、まあ今帰ってきてね、テンション高いままやからちょっとね、次、またこうほら、旅欲っていうかさ、うん、旅に出たい感じが出てきた、まだ変わってくるね。あ、変わってくるんや、うん、すいません、もうそろそろお時間です。はい、申し訳ございません。わかりました。はい。じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ね。はい。マサ、じゃあこれ、俺、はい、みかんゴムレットって美味しいから食べて。ありがとうございます。じゃあちょっと他の常連さんとも一緒に。マサやもうこれ、はい、ボロボロなんだけど、サイクリングマスクも持ってきてんけどな。ちっとくりじゃあかんかった。ああ、それ見せて。なんか見た。ちゃうねこれ。ニューヨークこれだよ。これがいいわ。どこ海でさ、自転車乗ってバキバキになってしまったからさ、あ、潮風で、潮風で、あー、いいね、本当にあんたたち旅行行きなさいよ。行きますよ、行きますよ。いや、本当いいからね、もうちょっと。じゃあ、待って、おやすみなさい。どうもありがとうございました。ちょっと、2軒目はちょっとね、あの、それ道後温泉ちょっと、あの、レクチャーするか、うん、ちょっと語ろうや、どうもありがとうございました。つけて、じゃあ、今日も、はい